はい、いやさすアテナイの皆さん、今日は6月20日なんですけども、来週末ですね、大阪で G20 が開かれますので、世界の要人が来るのに、ね、何かあってはいけませんので、ちょっと下見に来ました。まあ、どこまで行けるか分かりませんけども、実際インテックス大阪目指して歩いていきましょうか。サミットクッキーはマストですね。ちょっと買いましょう。じゃあローソンで売ってる。サミットすごいですね。物々しいです。警官が警官がいる。クッキー買うソワソワしてる。え、ちょっと高い。安い買う。いや小さいで。もうちょっと大きいかな。そうですね。2000円ぐらい。いらない買わないですが、もう入れないです。WTCA の橋がもう封鎖されてますね。ダメですね、もうこれ。封鎖できません。封鎖できてます。封鎖できてます。封鎖できてます。警察ちゃんと封鎖できんねん。なんすかそれ。なんすかそれ。G20。 あ、なるほどね。それ作ったんですか。ホームページからだって主催者が使ってくれの会社から。ああ、何悪いこと。何用なんですか。いや、分からんけどホームページがあって、はい、ご自由にダウンロードください。ああ、あれあれじゃないですか。あれじゃないですか。あれ、あの丸いやつ。あれですよ。ここでだって検問っていうか、ここでここら辺がちょっと限界ですかね。インテックス遠いよ。インテックス遠いですか。遠いよ。ここから先はどう考えても封鎖されてます。行かないですか。もうあとは大阪府警に任せます。え、インテックス行かないんですか。いや、行かない。行けない。行かない。あとは祈ります。平和を祈ります。あ、平和を祈る。平和を祈る。今祈らない。祈ってます。いや、もう家に帰って祈ります。家に帰ってから。これ音取れてるのかな。iPhone だ。字幕でごまかす。字幕で、まあ、ちょっと無理がありましたね。ガチ警備ですね。警備士がそこにいますから。世間に迷惑かけたら。